ザ・ランナーダンスの総称ヒント、まずはホールショット。さあどうやらイングリッドからイソハイドマシーンがホールショット。コーナーを回ってライダーたちがホームストレートに戻ってきます。さあストップに戻りました。絶対87位差配はじめマリンメカニック、それよって23番の高橋としろプラスレーシングファンタリー、3番の56番の高橋ユーマ RGT です。上位グループ右水面に入りました。沖合に向かっていく伊佐配はじめのマシンだ。さあそして左水面のセレクトコースに向かっていくぞ。サハイはじめどっちを選ぶか、アウトに向かっていった、アウトコース、それを追って高橋としろ。さあ高橋としろ、高橋優馬2番手3番手、まずはイサハイがトップを取り切っています。そのイサハイがアウトコースから今7番コーナーを回ってゴール地点に向かっていきます。しっかりとファーストミッションを取り切りました。世界のサハイ。さあそして2番手3番手が現在挑戦ですが、先にイサハイのマシンが戻ってくる。レースは3周目に入ります。2番手3番手急接近、距離を縮めてきてここで一周するか。トシロー VS ユーマ、ニュースは一緒ですがチームは違いますよ。さあその2番手3番手、紺のマシンと白のマシンがバトル合っている中、その後ろには赤いマシンは中野高弘が現在4番で、さらに高速は2番の梅光幸、72番の杉崎真嗣、75番の船戸弘樹に96番の土木正幸が続いています。さあこの戦いには生駒純はレースに出場することができませんでしたね。さあインターハイが どこまで逃げ切ることができるんでしょうか。しかしこれはどうやら厳しい戦いとなってしまったか。はい、さあここで2番手3番手それぞれ繰り上がってトップに高橋敏郎と高橋優馬が上がってきました、イレーザー V を通過もしておりますが、トップにここで敏郎の方が上がりましたね。そしてイレーザー V を通過いたしまして、高橋優馬イサハイのマシンがやっぱり戻ることができなかったか。さあ苦しいレースとなりました。さあこのチャンピオンの座のイサハイのマシンが一人ずつ見送ることになってしまう、そんな結果となったこの座の通りでの最終の戦い。そして現在トップ高橋敏郎 VS 高橋優馬の2人の一騎打ちということになります。まず先に出ている高橋敏郎スラトレーシングファクトリー、それを追っての高橋優馬 RGT です。さあインコース、トップ勢で高橋敏郎が入っています。そしてアウトコースを届くと高橋優馬、一方はこの2人の距離が縮まって近いところまで接近したんですけども、さあここでどうでしょう。アウトコースから一気に入ってくる15番のイサイドバイサイド、危ないこの戦い。この15番のイ際どいコーナーターを待っていくが先に取り切った敏郎がなんとかここはトップを守りきって、しかしホームストレート直線コース伸ばしてくる。さあ2人のこの差は1秒切です。敏郎 VS 優馬のこの戦いとなりました。アクアランナーバウトの戦いです。
さあ、駆け引きの左水面にタップライダートップ1-2が向かっていきます。スシロー選手は今度はどっち？右コースがアウトコースに入っていった。そして当然仕掛けることになるでしょう。高橋優馬がインコースに分かれてきます。レースは5周目、残り4周という中、まだまだチャンスは十分ある。この一騎打ちのトップ争いとなりました。さあ、さらにそのトップを走っていた板萩はじめが今一つずつ倒れてしまったマシーンとともに、ゆっくりとゆっくりと V をクリアしてコースを譲っています。まさかの展開となりました。苦しい戦いとなった。アウトコースから一気に攻めてきましたが、さあそしてまた行って、これはトラブルか。先にまず高橋としろのマシーンがクワトレスゴファクトリーが入ります。レースは6周目に入りました。その対抗格となりました、高橋優馬が今度は見失う状況となりました。さあその次に中野のマシーンが上がってきたか。いやー、この暑さの中マシーンも熱中症になりますよね。そらさあ戦いが苦しくどんどんなってくる中、着順も変わってきています。2番手浮上が絶景、22番の中野隆弘 SC レーシングが上がってきました。さあ大きく上位グループが揺れ動いています。3番手ランクアップ、絶景2番の MMC キーパフォーマンスダリーが上がって、上位グループ大きく入れ替わっております。さあここで4番手は72番の釘崎シンディが上がって、その勝利は75番の船戸平幸、さらに高橋優馬がここで通過して、まさかの大きなランクダウンです。さあレースは6周目、残り3周終盤に入っています。もうこうなると高速程度大きく突き放すレースという展開となりましたが、トップ高橋としろ、高橋はトラブルなくなんとか走ってもらいたいところです。その高橋がイレーター V を今度は通過しています。さあそしてそのトップデーが今ホームストレートに戻ってきました。で、計23番高橋としろ、スタートレシーファーストリー、残り2周です。さあまさかのこの明日はランナーバウトの決勝ヒートということになりました。そしてセカンドペーで今22番の中野隆弘 LC レーシングが通過しています。さらに前景にはドンビレイ三幸パフォーマンスダリンが現在3番手、その後ろには空気先シンジ選手、72番のチームシンジが繰り上がっての現在4番手、ここまで上がってきています。最後まで粘りのレースを見せてくれるか、まだまだ最後まで何が起こるかも分かりません。レースは残り2周となる中、さあ左水面のセレクトコースにまず入っていった高橋俊夫はずっとトップグループから位置譲ることなく安定した走りで守りきっています。今度はその高橋俊夫を追うのは中野隆弘、そして海部光之、さらに釘崎真嗣が上位グループに浮上いたしました。トップグループになりました。インコースから戻ってきます。そのトップの高橋と後ろもう一度どうでしょう。でも今度は回らない。ホームストレートに戻ってきました。さあそしていよいよ最終ラップを迎えます。絶景23番高橋と後ろレーシングファクトリー。さあ最後の1周です。そして今セカンド程度中野が戻ってきます。18番コーナーを回って最後の直線コース、そしてラスト1周です。で、今日22番中野隆弘 SP レーシング。さあそして3番手で今日2番の海部についてパフォーマンスナリーだ。上位グループから少し離れて現在4番手で今日72番は釘崎真嗣、中南真嗣、さらに後続は75番の船田平成チームキーベスト、56番の高島 RGT が続いています。さあそれぞれがラスト1周となりました。そして今、杉田正幸も通過しています。マリメカニック。そしていよいよ最後チェッカーフラッグをこのライダーが受けることになります。トップフィニッシュ、絶景23番高橋俊夫。
アクアバイク、ランナー GT1 で見事に優勝した高橋選手にお話を聞きます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、このレース展開を振り返って、まずスタートから。スタートはもう絶対アウトの1番で帰ってきたいと思ってたんで、で合流で、まあ多分伊佐井さんの船早かったんで、まあ多分無理かなと思ってたけど、まあアウトの1番は取ろうと。で合流したら意外とすぐ後ろつけたんで、あ多分調子が悪いのかなと思って、これも絶対に離されないようにでもうついていかなければ、まあ、まだなんかレース展開あるかなと思って、まあ、結構頑張りました、はい。これトップに立った瞬間って覚えてます？トップに立った瞬間は覚えてます。どんな感じなんですか？チョイスの手前で、うん、はい、沖から2点回ってチョイスに向かうところで、伊佐井さんの船減速してるの分かったんで、その時伊佐井さんはどっちに、アウトがいいのか、どっちに。で、チョイスの手前で伊佐井さんのアウトから行けたんで、そのまま、はい、高橋さんはそのどっちにチョイスしたんですか？その後、アウトに。アウトに強い、はい、じゃあもうその瞬間にもう抜き去って、はい、一気に、はい、でもあとは逃げようと思ったんですけど、ゆうまくん後ろが結構ついてきて。そうですよね、ゆうまさんも相当悔しそうでした、はい。で一回だけちょっとイン選んだらものすごい詰められちゃって、でちょっと合流で、まあ、なんとか抜かれなかったんですけど、まあもう二度とイン行くかとその後ずっとアウトで、アウトで、はい。これどうなんですか、先月のねレースで多少手応え掴んでたんじゃないですか？そうですね、手応えっていうか、まあやれるだけやったら何か、まあ、結果はついてくるのかなというのは。それが今日優勝っていう。そうですね、まあ伊佐井さんの船早いんで、まあ、そうそうないですけど、まあ、せっかく来たチャンスなんで、もう確実にものにできるように、まあ、練習はしておいてよかったなと思いましたね、はい。見事に優勝でした、おめでとうございます。ありがとうございます。